皆さん、近藤麻理恵さんってご存知でしょうか？今この日本人の女性は今ネットフリックス、アメリカのネットフリックスにも進出したりして、すごく人気の方なんですけれど、片付けコンサルタントの方なんですね。で、彼女が出版した、2010年に出版した人生がときめく片付けの魔法っていう本があるんですけれど、それがですね、まあ日本でも売れたんですけれど、それが英語に訳されて、で、まあアメリカでもすっごいブレイクしたんですね。で、このときめくという言葉、これをどういうふうに英語に直すのかということで、結局決まったのが、スパークジョイっていうふうに決まったんですよね。で、これ素晴らしいなと思って。こうときめくって、まあこうキラキラした感じですよね。で、キラキラしてて、しかもそれがちょっと嬉しい感じじゃないですか。だからハピネスとかね。だからそういうのも含めて、スパーク、こう火花が飛び散るようにこう出てくるっていうキラキラってした感じ。これをスパークジョイっていう風にしたんだなって思ったんですね。で、これすごいと思うんですよ。素晴らしいと思います。このスパークジョイっていうのは、すごくこうアメリカ人たちも受けて、例えば、This pen doesn't spark joy anymore. ぽいとかね。あとは、Yes, it sparks joy. Keep とかね。こんな感じでアメリカ人の方たちにもこうすごく浸透してった言葉なんです。で、今日はですね、こんまりさん、英語でご自身のYouTube のチャンネル持ってらっしゃるんですけれど、そこでですね、お弁当の詰め方、お弁当についての、まあ、動画を出してたんですね。で、彼女は常に日本語で話しているんですけれど、それを英訳にしているんですね。英訳の字幕がついてるんですよ。で、その英語の字幕がですね、結構訳しにくい日本語もうまーくこう訳してるので、ちょっとね、参考にしていきましょう。はい、まずここですね。まずはじめは一番面積が多いご飯から詰めますっていう、この日本語、これをこういうふうに訳していました。 Start with rice, which takes up the most space ね。で、まずこの面積という言葉を space っていう言葉を使っているということですね。なので、これ慣れてないと、面積って英語で何て言うんだったっけ、ディメンションだったっけ、エリアだったっけとか、なんかすごくね、難しい方に行っちゃうんで、これはね、すごくいい参考になると思います。はい、そしてその次、お弁当のご飯を詰めるときは、こういったお弁当カップを使うと、見た目も綺麗になって、そしておかずの味移りもありません。長い。これ難しいね。はい、では英語を見ていきましょう。Use small paper cups to separate the dishes and to prevent the flavors from mixing together. はいはいはい。まず、small paper cups って言ってますね。これはまあお弁当カップのことだと思うんですけれど、small paper cup、小さなペーパーカップを使いましょう。どうするためにかっていうと、separate the dishes。だから、おかずを分けるためって書いてますね。で、これは、おかずを分けるためっていうふうには、こんまりさんは言ってないんですけれど、見た目も綺麗になってっていうところを、ちょっとこれは、ちょっと言い換えた感じですね。で、prevent the flavors from mixing together。これね、素晴らしい。味移りという、これまたね、ややこしい日本語を、うまーくこれ、英語にしたと思います。prevent、 これ防ぐってやつですね。で、どういうことかというと、フレーバーを味にして、で、mixing together、 これが味移りっていう風にしたんだと思います。これはうまいですね。だから、こう見た目も綺麗になってっていうのをちょっとはしょったのかなって思いますね。 separate the dishes に、まあ、まとめちゃったって感じかな。はい、次。こんな風に出来上がったお弁当箱を娘たちが学校に持っていくのを見るのは、私にとってもとってもときめく一幕です。これとってもっていうのが2回ちょっと続いちゃってますよね。私にとってもっていう、要するに to me の to のことと、とってもときめくっていう、その何て言うの、強調のとってもっていう、これがたまたま同じ日本語なんで、ちょっとね、大変でしょうけど。はい、では英語見ていきましょう。 Sending my girls to school with bento boxes is like sharing a special meal with them, even when we are apart.
これかなり意味が変わってきません？英語だけ見ると一緒にご飯を食べている感じだって書いてあるんですね。で、こんまりさんはそれは言ってないんですよね。要するにこのお弁当箱を持って学校に行く姿を見るのがすごいときめくって言ってるんですよね。だからこれこそスパークジョイ使った方がいいんじゃないですかね。せっかくこんまりさんの代名詞であるときめくっていう言葉が出てるんだから、ここは例えばだけど、Sending my girls to school with bento boxes is a moment of spark joy とかね。まあ僕が言うのもなんですけれど、まあせっかくね、こんまりさんがときめくっていう言葉を使ったから、スパークジョイっていう言葉を入れたら面白かったかなって思います。まあとは言ってもですね、やはり日本語を英語に直すのってすごい難しいと思うんですよ。さっきの味移りっていうの、多分慣れてなかったら味移りって何て言うんだろうって多分しばらく考えちゃうと思うんですよね。だから味移りとはどういうことなのか、要するに味がおかずのね、味が混ざっちゃうことじゃないですか。それを防ぎたいって言ってるっていうことだから、それを汲み取って prevent っていう言葉を使ったり mix together とか、そういう言葉を使って、だからそれを瞬時的に思いつくことが大切なんだなって、日本の方が話しているのをどういうふうに字幕に直されているのかを見るのは結構ね、いい参考になると思います。